ボビンは必ず本機純正ボビンを使用してください。厚みの違う従来品を使用すると怪我や故障の原因となります。電源を入れ、ボビンの溝と下糸巻き軸バネの位置を合わせて軸に差し込み、カチッと音がするまで右に押します。糸立て棒を後ろ側に倒して糸コマ押さえを取り外します。糸コマの糸が下から手前に出る向きで差し込み、糸コマ押さえを奥までいっぱいに差し込みます。糸コマの糸を両手で持ち、上糸案内の爪部分にかけて、糸案内カバーに奥から手前に糸をかけます。下糸巻き案内の凸部に糸をかけて、皿の間に左回りに糸をしっかりかけます。もう一度見てみましょう。上糸案内の爪部分にかけ、糸案内カバーに奥から手前にかけます。下糸巻き案内の凸部に糸をかけ、皿の間に左回りに糸をしっかりとかけます。故障の原因にもなりますので、しっかりとマスターしてください。右に引いた糸をボビンに時計回りで 5,6 回巻きつけ、ガイド溝に引っ掛けて糸を切ります。スピードコントロールレバーを速くにして、スタートストップスイッチを1回押すと下糸巻きがスタートします。巻き終わるとボビンの回転がゆっくりになりますので、スタートストップスイッチを押してミシンを止め、糸をハサミで切ります。下糸巻き軸を左に戻して、ボビンを軸から外し、スピードコントロールレバーを元の位置に戻します。